当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。では前編からの続きです。前編から見ることをお勧めします。前回はね、まあ、ちょっと不具合、人とした不具合があったので、そこをまあ直して、でまあオイルポイントどんどん進んでいきましょう。まず続きになりますのでね、続きになります。ここの受けも外してしまいましょう。ここの受け、この受けを外すと下にルビーが見えてきます。そこのルビーにまあオイルを挿していきたいんです。あと1箇所ね、かなり重要なポイントがあります。そこにもオイルを挿したい、そういったところがありますので、そこもちょっとご紹介していきます。でまあ、ここのピースは2箇所ですね、2箇所止めになっておりますので、これをクイクイしてあげればこの受けは外れてきます。あ、ここら辺がクロノグラフ機構が乗るところなので、まあ、この辺をバラしてあげれば普通のムーブメントになるといった感じですね。はい、外れてきました。今触りますね。今触る歯車があるんですけど、まだですね。そうそう、ちょっとビスはねまとめておいてみましょう。この歯車よくかけます。かけるというかけもそうだし、補助が折れたりもしますので、ここのポイントはね結構重要なんです。そう、まずここ今言ったこれですね、この歯車、これにどうしてもオイルを挿したい。ここね、本当にあのゼンマイのところなんですね。ここは2番かな、2番になるのかな。あと今外してるのは積算系、噴積算系のノッチですね。ノッチのコマになってる、こうコマを送れるバネですね。これを外しましょう。これを外すとその下にもルビーが見えてきます。この辺がね、この辺ですね、こことあともう1箇所下側、これだね。これに刺して、あとここにもありますね、この辺ですね。この辺をまあオイル挿しておいてあげればまあいいんではないかと。まあ新品ですから、そんなにね、まあ無理にやることもないんですが、俺はこれぐらいはやっておきます。ただ結構手間なんで、かなり手間なんですよ。ね、はい、綺麗に置きました。そう、ここのオイルポイントは終わり。あとは組んでいくだけです。組はね、逆手順になります。逆手順になります。そう、先ほども言ったここよくかけたり補助が折れたりするので、ここ絶対にオイル挿したいんですよ。でこの受けを乗せた時も、このルビーのポイントですね、そこにオイルを挿しておきましょう。そう、積算系の駒のバネですね、これをまずは装着しておきます。まあ後でもいいんですけど、なかなか後だとつけづらい位置なので、このすぐ真上にこの受けが乗るんですよ。だから先につけておいた方が楽です。であとはね、どんどん受けを乗せていく感じになります。その受けですね。でここ数箇所のバネが絡みます。バネやらレバーやら絡みますので、そのレバーやバネがきっちりはまってないと、この受けも乗らないようになってますから、注意してください。そう、あとは逆手順、じっくり見たい人は前編から見てください。さあスタートします。どこ行った？I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends. I'll be on the path, I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things. Oh man, I ain't gonna give in now. I just gotta live this now. I'm gonna do it 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 now. I am just up on the journey. Just know that I'm just going insane.
answer to some things that I might see. And when I do, I could never get no sleep. Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dark, I'ma play the ball. Cause I gotta go and get it, man, I really just need it. Tell these guys that they can beat it. I'ma give it, I'ma grab it, man, take it, never receive it. I'ma make it mine, I'm explosive like a mine. I've been working every time, yeah, I do it on the grind. I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition, cause I'm going so excited. Hey, I ain't going so insane. Yeah, I guess we ran through the pain, but I'm just picking my path and I fixed it now, it's really okay. So I ain't gonna waste my chance and just my time. So I'm gonna kill him, this is mine, yeah, yeah. I'm gonna kill him, this is mine, yeah, yeah. クロノグラフ稼働でこの数値だったら大丈夫だよ。で、上海製だからマキシンはご一緒ですと。マキシンを少しで、ガラスに当たるかもしれないから少し抑え気味で動かしてあげる。やっと来たな。よし、よっしゃー、復活、やっと来たぜ。もう一歩あるから、もう一歩やろう。もううんともすんとも言わないやつなんで、たまにこういうのがあるんだよな。うんすん言わないやつ、うんすん言わないやつ。やっと届いた。いい感じだ。7750のね、オイルポイントをご紹介。疲れた。まあ新品でね、オイルさせばどちらとも280度296というふうにね、輪郭もかなり大きくなりますので、新品でもオイルさした方がね、結構元気になる感じですよね。あー疲れた。ちょっと一旦片付けよう。ということで、今日はあれですね、前回の続き、前編をしっかり見てください。で、まあ、前編にバラシ風景はありますので、まあ、逆手順で組むところなんかはね、バラシ編をしっかり見てね、で組み上げてください。で、今回やりましたけど、結構この重要なポイントっていうのかな、結構壊れやすい歯車っていうのがあるんですよ。そこのまあ重要性というのかな、そこも結構大事なところありますので、そこをまあしっかりと見ていただいて、で、あとはそうですね、7750はやはり、あれ、7750もオイルをきっちり刺してます。うん、刺した方がいいかなと思ってね、まあ、中華製に限ってですけどね。でまあ、オイル刺してる、まあ、これは新品ですから、あんまりやらなくてもいいと思うんですけど、やっぱり中華製ですからね。で、1個目動かなかったやつ、前編で出たやつあったんですけど、あれね、また後々またね、積算系が動きっぱなしになってんだよね。出たよと。組んでないのかなと思ったら、ちゃんと組んでたんですけど、その積算系って、あそこね、鋼膜に直接ついてるんですよ。でこうダブル歯のこう2つになってる歯車で、下がこういう風にこう、なんていうのかな、滑っていくんだよね。滑って
でこっちをこう止めていくんだけど、止めておくんだけど、それがちょっときついのかな、この滑りが悪いっていうのかな、そういった歯車があったので交換したんですよね。交換したっていうのがあって、まあ、そこはまあ通ってないんですけど、そういったやっぱり中華製ですので、最初から不具合というものは大いに考えられることですから、まあまた送り返すのもものすごい時間かかるんですよ。倍以上の時間かかりますから。だからこういったところですね、不具合が多いお店とかでは買わない方がねいいです。まあ、そういうところ結構チェックしてないで、アリエクなんかでは評価のところレビューなんかもありますから、そこに俺は書くようにします。みんな不具合があったとかっていうのに、ね、バンバン書くようにします。そうするとあんまりね、結構アリエクの場合評価を大事にしますから、だから評価が悪いとはあんまりこう嫌がるっていうかな、そういうのがあるから、結構ね俺は評価をこうレビューを書くように、まめにレビューを書くようにしてるんですけどね。まあそんなことより、で同じね色違いがありましたね、色違いがあったんですけど、同じまんま同じ作業です。入れ替えの作業、オイルを挿して、新品のオイルを挿して、新品にオイルを挿して入れ替え作業、もう一個の方もやっぱり全く動かなかった。もう一本は全く動かないものをこう変えていくっていうのかな、変えていったものなので、なのでまああれだね、きっちり動いてます、かなりきっちり動いてて、もう一本の方が調子いいかなっていう感じはありますけどね。まあ同じぐらいの精度で、でもまあ今回メインに動画で出した方が新格は大きいんですよねっていうのもありますから、まあそれは個体差でしょうけど、いろいろまあそういったものもありますからね。結構まあ中華製ですから、そういったこのいい悪いっていうのがありますから、結構このちゃんとこう見て、動いてない、これも動いてないっていうのになくて、動いてなかったらどうしようかっていうことを考えた方がね、送り返すのもすげえ時間かかってってね、戻ってきたりしますからね。そうすると2倍3倍になりますから、まあ今回はねこういった7750もオイルポイント、新品でもオイル挿してるっていうことですね。モジュール側は挿さないですけど、でまあモジュールをバランス今回はね必要性があった時はモジュールの裏側のですね、そこのルビーにも挿したりしますからね。気づいた時ついでにこうオイル挿しておくっていうのはね結構大事ですからね。皆さんもぜひやってみてください。ということでね、まあ日々の作業なんかはね、インスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。修理依頼もね、そちらの方にメッセージを飛ばしてください。まあ、だいぶ作業進めてるんですけど、だいぶまだやっぱり待たしちゃいます。うん、かなり待たしちゃうんですけど、まあ、修理依頼する方、時間を余裕を持ってね、時間の余裕を持ってね、依頼することをお勧めします。ありがとうございます。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。